松森の最後、戦敗れにければ熊谷の次郎をなおさね平家の金立ち助け舟に乗らんと右輪の肩へぞ落ちたま恨むあっぱれよかろう大将軍に熊刃や。 とって磯の方へ歩まするところに、練り抜きにつるぬうたるひたたれに、もよぎにおいのよろいきて、くわがたうったるかぶとのおしめ、黄金づくりの太刀をはき、切りふのやおい、しげ道の弓もって、れんぜんあしげなる馬に、 金袋林の蔵置いて乗ったる武者一揆。沖なる船に目をかけて、海へザッと打ち入れ、五六単ばかり泳がせたるを。熊谷。哀れ、大将軍とこそ見参らせそうらえ。正のも、 仇に、後ろを見させたまうものかな。返させたまえ。と、扇をあげて招きければ、招かれて、取って返す。右輪に打ち上がらんとするところに、押し並べて、むずと組んで、堂々落ち、 取って押さえて首をかかんとかぶを押し青のけてみれば年十六七ばかりなるが薄化粧して金黒なり我が子の小次郎が弱いほどにて溶岩誠に美麗なりければいずくに 刀を立つべしとも覚えずそもそもいかなる人にてましましそろうぞ名乗らせたまえ助けまいらせんと申せば何時はたそ と問いたまうものそのものでそうらわねども武蔵の国の住人熊谷の次郎なおざねと名乗り申すさては何時に大手は名乗るまじいぞ何時がためには よいかたきぞ名乗らずとも首を取って人に問え見知ろうずるぞ。とぞのたまいける熊谷あっぱれ大将軍やこの人一人うちたてまったりとも。 まくべき戦に勝つべきようもなしまたうち立てまつらずとも勝つべき戦にまくることも世もあらじ小次郎が薄手大たる織田に直真は心苦しうこそ思うにこの殿の父打たれぬと聞いて いかばかりか嘆きたまわんずらん。哀れ、助けたてまつらばや。と思いて、後ろをきっと見ければ、トヒ、梶原、五十機ばかりで続いたり、熊谷、涙を抑えて申しけるわ。 助け参らせんとは存じそうらえども、味方の軍病、運家のごとくそうろう。世も逃れさせたまわじ。人手にかけいらせんより、同じくはざ真が手にかけまいらせて、後の恩教養をこそ、まつりそうらわめ。 と申しければただとくとく首を取れとそのたまいける熊谷あまりにいとおしくていずくに刀を立つべしとも覚えず目もくれ心も消え果てて 前後深くに覚えけれども、さてしもあるべきことならねば、なくなく首よぞかい転げる。あわれ、弓やとるみほど口をしかりけるものはなし。文芸の家に生まれずは、何とて、 かかるうきめおばみるべき。なさけのおもうちたてまつるものかな。とかきくどき、そでをかおにおしあてて、さめざめとぞなきいたる。ややひさしゅうあって、さてもあるべきならねば、よろいびたたれをとって、 首を包つつまんとしけるに、錦の袋に入れたる笛をぞ、腰に刺されたる。あないとおし、この暁、城の内にて元したま下つるは、この人々にておわしけり、 当時、味方に、東国の姓、何万にかあるらめども。戦の陣へ、笛持つ人は、よもあらじ。女老は、なおも、優しかりけり。とて、苦労御蔵士の、玄山に入れたりければ。 これを見る人、涙を流さずということなし。後に聞けば、首里の大部、常盛の子息に、大夫、厚森とて、少年、十七にぞなられける。それよりしてこそ、 熊谷が発信の思いは進みけれ九段の笛は王子忠盛笛の上手にて鳥羽の院より賜られたりけるとぞ聞こえし常森送電せられた利子を熱森器量たるによって もたれたりけるとかや、なおば、さえだとぞ申しける。狂言企業の断りと言いながら、ついに三物上の因となるこそ、あわれなれ。